困った時には大和ネコ、重くなったら大和ネコ、言えろ言えろ、みんなの視界にこんな風景に大和ネコをぶち込め、にゃ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 、宅急便じゃない、大和ネコのすみらみこと天皇を敬っている言葉だ、いやさか、いやさか、いやするろ一本。歴代天皇のうち12人の送り波もついている大和ネコ、多すぎるから最後の3匹、いや3人だけ紹介する。エントラーナンバー51、平成天皇、大和ネコ雨惜しくに高志子の御子と嫁のお母さんに手つけちゃったにゃん。エントランナンバー53、純な天皇、ヤマトネコ雨の高い譲る野党の御子と天皇なりたくなかったけど頑張ったにゃん。エントランナンバー54、任命天皇、ヤマトネコ天津見印豊里の御子と病気がちだから自分で薬を作ってたにゃん。にゃんにゃん、名前についてないけどまだまだもっと大和ネコな天皇はいるぞ。エプランナンバー59、宇田天皇、黒猫大好きツンデレ日記もつけてたにゃん。エプランナンバー66、一条天皇、猫に関与を与えて世話係までつけてたにゃん。ちゃんと世話しなかったら島流しだにゃん。詳しくはウェブで。日向ぼっこ日向ぼっこ、アマテラスの光を浴びまくればいいのさ。猫は国のまほろば、にゃ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 、とつにやだ、いやさか、いやさか、いやせるろ、いやせるろ、日本と、のりたまう大御子と、もろもろ聞きたまえと、のたまう、にゃ。ありがとうございました。大和ネコジャパンの御事盛りという御事盛り。